ちゃうよ。オフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。バルブスギターのジャンです。ボーカルギターのカジです。はいそんな感じで、はい、もうシリーズですかね、うん、今日は何ソムリエシリーズですね、うん、来たね、大好き、はい、大好き、まあそうですよね、うん、俺も大好き、俺のためのコーナーみたいな感じだからさはい、今日は皆さんお待ちかね、ファズです。来たー、ファズ、またファズかよって話ですけどね。いやー、楽しいね。ファズなんですよね、うん、結局。ファズ、すごいですね、ジャンさん、数。いや、増えましたね。ファズ、すごいね。はい。何なんだろうね、ファズの魅力って。いやー、すごく全部個性的なんですよね、ファズって。うん、同じキャラの子がいない。あー。例えばファズフェイス系でこう作ってるやつとか、うん、トーンベンダー系で作ってるやつって言っても、うん、元の回路は同じはずなんですけど、出来上がると全然違うんですよね、うん、これ制作者の好みだったり多分意図だったり、そういうのがちょっと入るだけで全然別の音になっちゃうっていう、ね、だからあ、これ良さそうだなと思って手に入れるじゃないですか、うん、そうするとあ、これはもう他では変えられないから手放せないわってなっちゃうんですよすごいね、もう病気だね。ダメですね。これがあれ、いわゆる沼ってやつですか？そうだね。もうズブズブですね。いや、素晴らしいです。本当に。いや、でも面白くてやめらんないですね。はい。そんな感じで今日は4つ。ありがとうございます。はい、持ってきました。今日何系ですか？今日は、まあ今までね、ファズフェイスっぽいものが多かったんですけど、うん、今日はトーンベンダー。ベンダー系。のものですね。先やってますよね。はい。ベンダー系。あとはそれとプラスアルファで。ありがとうございます。スペシャルなやつがありますので。ありがとうございます。はい。ご期待ください。はい。はい。本日は、こちら、まずね、二つ、うん。どっちもちょっと可愛いやつですね。可愛い。これ特にこれね、可愛い。まずは、こちら、ミニベンダー。これは、イタリアのフォーミュラ B エレクトロニカっていうブランドですね。うん、これはもうトーンベンダーの、なんか、開発者さんに、自分でその作ったやつを見せて、うん、あなたが作ったのにそっくりでしょっつって、うん、ちゃんと太鼓判をもらったやつらしいです。すごいね。はい。なんかあれだね、モノマネタレントが本人に公認もらうみたいな。そう、そんな感じ。なんか、うん、そう、そんな感じのエフェクターで、ちゃんとなんかそのリスペクトがある感じ。ケースの形もね、一応そのトーンベンダーの形をこう真似して、うん。でもこう、現代のシーンで使いやすいように小型化して、うん、電源も使える。電池だけじゃなくて。うん、みたいな感じになってます。いいね、LED もついてるんでね、うん。オンオフ分かりやすい。このシェイプ、形もいいよね。そうなんです。ちゃんとこう、ね、リスペクトしてるというか、うん。大きさ的にはボスと同じぐらいですかね。うん。うん。だから普通にエフェクターボードの収まりもいい。うん。そんな、可愛いミニトーンベンダーですね。はい。名前ももうミニベンダーなんで。うん。はい。いいね。これです。そしてもう一つ。これ最近見つけたんですが、あんまり有名じゃないのかな。うん。アナログエイリアンっていうね。かわいい。メーカー。かわいいんですよ、見た目が、うん、これのエイリアンツイスターっていう感じです、これね、ここあれなんですよ、プニプニのシールなんですよ。本当だ、なんか中学の時になんか貼ったやつじゃないんだ。そうなんです、プニプニのなんかかわいいシールで、あ、これがもう商品なんだね。そうなんですよ。へえ、これね、すごく面白くて、原因、ファズの原因は固定なんですよ、中でも。なるほどね、踏めばファズなんだ。そうなんです。でインプットのレベルを調整するのと、まあ、これはボリュームですね。うん、であとはこれスタブっていうのが、トランジスタにかかる電圧を調整できるようになってます。うん、で、現代のシーンでも、エフェクターたくさん使ってね、やる中でも、ちゃんと音が埋もれないようにバッファーも入ってます。なので、要はこれ手前にバッファーがあっても使えるファズ。なるほどね。使いやすそうじゃあ。そうなんですよ。いいね。これが良かったんですよ。ちょっといい？早速。はい、行きましょう。では、はい、はい、ミニベンダーからね、ちょっと、はい、やってみましょう。はい。うん、でね、今日はあれなんですよね、カイさん、マイアンプ。持ってきました。800。腰痛いっす。まあ言っちゃえばあれですね、バルブスで、
レコーディングしてる時のセットっすね、要はほぼ。そうだね。うん、ほぼほぼ、ファズ使う時はこのジャンさん、はい、お口が過ぎるよ。早くやらせてください。しょうがない。じゃあ、早速、どうぞ。お願いします。面白いんですよ。あのやっぱ回路が古いからなのか、うん、アンプとのセッティングのこの微妙な兼ね合いですごいいろんな表情が出るんですよね、うん、もっとこう時間かけたら、はいはい、なんかもっと良さそうなんですよ、そうな感じするし、うん、なんかこうめっちゃ印象的なフレーズとかをこれでやったら、うん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 、もうね弾きたいってなると思う、うん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 、すごいいいねこれね、優秀。はい、続いて、はい、ね、かわいいやつ、かわいいアナログエイリアン、かわいい、ね、エイリアンツイスター。かわいいなんだ、誰だっけ、イコさんですよ、イコさん。ごめんね、クオリティ、クオリティ低くてすみません、あんた。かわいいかわいいですけどね、うん。これはあれですね、もうあの、ここ、ここでキャラがすごい作れるんで、スタブ。スタブ、ね。はい。ブチブチから5音までいけます、うん。なるほどね。はい。で、ボリュームの通常性も結構いいんで、結構こっち。ジャンさん、お口が過ぎるよ。どうぞ、早く弾かせてくれ。はい。本当ね、バンドでいけるね。そうなんです、これ足元入れられる。手前にバッファーがあってもちゃんとファズの欲しいところは出してくれる。ってことは、ワーもいけるってことだ。いけると思います。バッファーが入ってるってこと。はい。ワーとね、ファズはちょっと ね、あるんですよね、いろいろ。相性があって、ダメなやつは何やってもバウンドとかしなくなるっていう現象が起こるんですけど、多分大丈夫ですね、これは。はい。でもこれ目の付けどころがいいっすよね。すごい低い、いいね。バッファーが OK なように、うん、もちろん、あの、そもそもバッファー入れちゃうっていうところから、ね、うん、あと、原因が固定で、このインプットレベルで歪みをコントロールするっていう。いいね。これは素晴らしいっすね。うん、なんかこう、ハードウェアのコンプの使い方と似てるかもしれないね。いいと思います、うん。はい、続きまして。ボス出てきちゃいましたねって感じですけど。はい。まずはこちら。ベムラムのシャンクス2。なんすかこれ、話題のベムラムさんです。この色、はい、
見てください、ね、この高級感ある、真鍮のケースなんで。ベルナもすごいね、値段が格闘して。そうですね、あと品薄、ひたすら品薄、うん、あもうそんな、あこれめちゃめちゃ探したもん、本当、うん、もうブランデーのような、そう、もう艶がね、ね、すごいですよ、すごいよね。でもこれ、ね、見た目に負けない素晴らしい音を見てます、出してくれます、ほらこのツヤ、ほらツヤツヤって、ほら、うん、あ綺麗ほらすごいです ね、いい仕事してるよね、これね、ツヤツヤのね、高級感が半端ない、うん、音も高級です。これもファズ、ファズです。これもトーンベンダー系です ね、 はい。そしてはい、来た、来ましたね、大きいね、大きいっす、オーガニックサウンズさんの、はい、うん、オーガトーン、もう出ました、もう、はい、ジャンさんご用達ブランド、ご用達ではないですけどご用達になっちゃってます、大好きです、はい、オーガニックサウンド、はい、これは打ってからちょっと武骨な感じですね、これすごいですよ、ね、中にスカスカっすよ、基板ここにちょっと入ってるだけだからしかもね、これオリジナルのやつがもうそもそもこういう隙間のある作りになってて、あ、やはり再現してくれてるんですね、完全に再現、オーガニックサウンズさんはその辺も設計ミスでしょ、どうなんですかね、残念ってやつでしょ、まあ、あり合わせのもんで作ったんですかね、最初はつけちゃえみたいな、うんうん、隙間あるけどまあ一緒みたいな、でもこれが半端じゃないんですよ、なるほどね、何をどうやってもかっこいい音しか出ない、うわもうかっこいいの大好き俺らからしたらもう、うん、そう、もうたまんないやつ、はい、じゃあ実際出してみますか、行ってみましょう、はい、レムラムの来ましたシャンクス2、こちらから行ってみましょう、これはですね、うん、まあ、トーンベンダー系ではあるんですが、うんうん、かなりあの、うん、幅広く使えます、俺結構好きなのが、あのブースター的に使うのは意外と好きですね、原因上げていくとあの歪み感というよりあのコンプ感が強くなるんで、うん、埋もれがちな感じにはなりますね、あとはトーン全開にしても全然耳痛くないんで、なるほど、その辺もちょっとねいいっすよ、あざす、はい、もう行ってみてください、12時で行ってみてください、ジャンさん、はい、お口が過ぎるよ本当に、そんな喋ってないんだけど今のはまあまとまってましたどうぞ引かしてきろ、すごいっすよね、ちょっとねあんまないんですよ、うん、びっくりすることって我々もうほぼほぼ知ってるんで、はいはいはい、ちょっとねびっくりした、これはほんとびっくりした、ちょっとアッパー系のなんか、そうなんですよ、なんか倍音が入ってるよね、家で弾いてる時は聞こえてなかったんですけどね、800とこのキャビの組み合わせになるとボーンってこう来る感じっぽいっすね、すごい、うん、俺もまた新しい一面が見れた感じで、ね、まあ、実際ねこれ見て聞いてる人はあれかもしれないですけど、ローボも半端ない出方するわ、音量そんな上げてないけどスピーカー飛びそうだもんね、うん、ね、うん、もう体感でもビリビリくるわ、めちゃめちゃすごいこれ、まあ、ゲームもそうですけど、はい、やっぱどんどん進化するもんすごい、ね、クターもね、うん、何よりすごいのが、うん、これノイズ少ないと思いません、少ない、まあ、確かに確かに、シャーって言わないのよ、うんうん、だからやっぱこのケースみたい、あ、うん、真鍮、そう真鍮ね、我々やったからね、まあ、やりましたけどね、ケースによって違うのも十分体感してますからね、うん、これがなんかそういうことらしいよ、うん、これハムだとどうなの、これハムもいけんすよ、聞かせてちょうだいジャンさんハム行きましょう、うん、うん、
シングルとハムで合う、はい、合うってすごいね。そうなんですよ。ファズは大体あのハムつなぐとのモワモワになっちゃうっていう。大体、ね、うん、引っ込んで何やってるか分かんないっていうね。大丈夫なんですよ。すごい抜けるね。はい。いや、素晴らしい。これはよくできてます、本当に。ハムの時も若干やっぱ痛ね。はい。ああ、ローですよね。うん、そう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 。へぇー。すごい。すごいね。うん、これはびっくりしましたもん。うわぁ、ここまで来たんだみたいな。いやー、二人がもうすごいとしか言わないのが本当にすごいんだろう。いや、すごいよ、本当に。うん。これやっぱね、品薄になっている理由がわかる。これ買ったら手放さないよ。もう本当にうまいもん食ったらうまいしか言えないみたいな、ね、感じになってるよね。すごいしか言わなくなってるもんな。大体こう、ジャンレイっていうね、はいはいはい、やつが大体人気なんだけど、うん、こっちはちょっとね、あり、ね、だね、こっち。もともと俺うん、同じそのベムラムのミリアドファズっていう、つまみがいっぱいついてるね、うんうんうん。あれがちょっと気になって欲しかったんですけど、まあ、あっち今ね、話題のアシュさんが足元に組んでるっていうので、もうどっこい探しても売ってなくて、代わりにじゃあ違うやつ買ってみようかななんて思って。じゃあ俺なんだよ、今後はね、これ、エフターソムリエジャンの足元に入ったと幸せになっちゃうんじゃないですか。うん、なってほしいですけどね。間違いなし。でもね、これ全然やっぱそのキャラが違うんですけどね、ミリアドファズとはキャラ違うけど、これはこれでねすごくいい。はい、それではラスボス登場みたいな感じで大型かっこいいね。もうこれはもうね、もうさ、かっこいいから絶対いい音なんだよね。ここのメーカーは、ね、言うことないっす。うん、出てた、出たにいい匂いしますよ多分、うん、これはいい匂いしますよ絶対。これね、もうだってこれはノースパーツしか使ってないんで、見ていただいた方には分かるけどね、我々の動画、まあ、いい匂いするっていう、いい匂いがするっていう。でも古い機材もちゃんと匂いがする。かっこいい、かっこいい。これはもう言うことないっす、ね、どう使ってもかっこよとか出ます。まあなんかね、センスがいいんだよ、このノブもセンスいいし、うん、このフォントもセンスいいしさ、このなんていうの、質感もこれ多分そのオリジナルのディジートーンの質感をもう余すところなく再現してるんだと思いますよ。センスいいわ、かっこいい。はい、これは本当に運よく変えたんで。これもちなみにあれなんでしょう、大元のモデルになってる。あ、そうそうそう、イタリアのエルカっていうブランドのそのディジートーンの完コピです。もういわゆるこれヴィンテージが今の世の中に再度リボンしたっていう状況ですね。はい。ジャンさんさ、はい、ちょっとずっと言いたかったんだけどさ、はい、お口が過ぎるって。もうちょっと喋っていいですか。はい、わかりました。行きましょう。ではオーガニックさんのオーガトーンですね。かっこいいわ。なんかさ、作曲できちゃうんだよね。わかります。引っ張られますよね、音に。そうそう、うん。あ、こういうフレーズ弾きたい。めっちゃこのリフとかもさ、いいフレーズもなんかめっちゃ浮かぶわ、これ。そうなんですよ。作曲マシンだわ。ファズって作曲マシンだわ、ジャンさん。そうかもしんないですね。いやー、かっこいい。あ、回ってるじゃん、そこ。うわ、すごい、ほんとよかった。聞いてあげなきゃ。
いやかっこいい。好きでしょ。いやもう好き、うん、俺もう本当に最近ずっとありますけど、このオーガニックサウンズのやつは全部好き、うん、ね、うん、いいよね、すごいよね。いやすごいよ、うん、本当に全部根本がかっこいいなのよ。そうだね、ね、うん、かっこいいのがベースにあって、うん、こういうかっこよさ、こういうかっこよさって種類が違うだけで、なんか音がいいとかじゃないんだよね。そうだね、うん、かっこいい音が出るっていう、かっこいい音出すなっていう、うん、俺らね、バンドやってるのもそれだもんね。そうなんですよ、うん、そこなんですよ。だからすごいね、相性がいいよね。そうなんですよ、うん、ちょっとさすがにここのメーカーの人にちょっと会ってみたい感じするね。会ってみたいね。この感覚持ってるってすごいと思う。そうだね、もう買えないんでしょ。まだ再生産は決まってないみたいなんで。これ欲しい、はい、欲しいよ、ジャンさん、これ、これ運がないと多分買えないです、これどうやって買ったの、ジャンさん、これ。パソコンの前で10分前からずっとこうやって待ってて、更新、更新、更新ってやってて。時間になった瞬間に申し込みやわーって。はい。いつものね。すごいな、ジャンさん。はい。うん、いや、素晴らしいね。はい。はい、そんな感じで。よろしい。あー、楽しかった。今回はかなり個性的な。いや、全部違うね。うん、そうなんです。全部違う。そうなんですよ。ファズって言っても全部違うね、はい、本当に。意外と好きだったな。うん、不器用な感じが、うん、自分これだけなんでみたいな、すごい、まあヴィンテージのね、うん、リスペクトを感じの最上級みたいな、ね、これはもう多分ヴィンテージの完コピー品なんだよ、要は、うん、ああそうなんだね、はい、すごい良かった。そうなんですよ、楽しい、楽しいね、うん、楽しいですよ。だからファーズやめらんないんですよ、ね、いやーいい、はい、楽しかった。まあでもね、なんかあの古いものだけじゃなくてね、こういう新しいやつもね、うん、よかったよかった、すごい使いやすいし、うん、よかった。特にベムラムはね、やっぱりあの、うん、なんかもうこれはこれでもうそのまま唯一無二の音になっちゃってる、ね、うん、みんななんかね、そうそう、使ってるの分かるね、分かります、理由が、うん、結局そういう昔からね、そうトンベンダーとかさ、うん、そういったものをこう知って、もうガーって歴史が積み重なった結果の今のこの現代のこれっていうのもまたちょっとロマンよな、うんうん、すごい、ありがとうございました。ということで、はい、そんな感じで今日はファーズね、4種類また紹介しました、はい。はい。また今後も動画にご期待ください。はい。最後までご視聴ありがとうございました。はい。ボーカルギターのカジと、ワルブスギターのジャンでした。バイバイ。ジャンさん、なんかもう一声みたいな。そのニヤニヤすんのやめなさいよ、監督が。以上、ボーカルギター、カジと、2回目。ワルブスギターの、ジャンでした。バイバイ。また？もういいでしょ。